はい、どうも、タクタクです。一食いさん実況プレイやっていきたいと思いまーす。えー、前回はね、えー、ここで怖い話をいろいろ聞いたんですが、まぁ、あ、ちょっと探索していきましょう。えーと、これなんだっけあ、くれくれくれーなんだっけここ。ここなんだっけあれ、ちょいちょいちょ待ってはい。あれえおー、来た来た。あれここなんだっけ ああここも図書室かこっから出れんじゃん、はい、じゃあちょっと上上行ってみましょう上,上でこうなんだこうなにああ理解し切ったーえっこんくらいボタンかはい胎児におーいうーん不気味だなあ骸骨動かないよね 中にいろんなきが見えるな取っ手上に50のタッチパネルがついてる何か入力しないと開かないみたいあそうだパスワードがどうのとか言ってたな動物の解剖は我が国では動物愛護団体から多数の反対意見が届いているえー、あと数年で規制される日が来るかもしれないしかしながらスーパーの生,生肉コーナーにパックに詰めた、えー、詰めにされて並んでいる肉だって元は動物だその動物たちは食べられるために、えー、養殖され コれラになるとあのようにただの、えー、肉となって並べられる、えー、養鶏場を見たことはあるだろうか、えー、有精卵の卵が大量に並べられ温められそして可愛いらしいヒナが生まれるそのヒナはベルトコンベヤを流れオスとメスに分けられその後メスは卵を産みオスは肉となるこれが私たちの口にしている命なのだ、えー、学校の教科書は生命の素晴らしさを伝えようとしてくる命は 命を見ないのにだ、えー、生命論理とは何なんだろうか結構メッセージの強いゲームですねなんかいろいろとおおおなんかまたメモっぽいのが何か書いてあるおー暗号ですかちイコール A イコールあどういうことだちにないらちあーまぁ、あ、血に な…うんえー、どういうことだキーボードか ?AIUEO。なん、e、だろうこれ本当になんだろうこれ何かのメモを手に入れた。この、なんか薬品をかけると。瓶の中にホルマリン漬けにされた胎児が入っている。開けてみますか。絶対に開けない方がいいから。絶対に開けない。うわああ <laughs> びっくりした <laughs>。

これちょっと胎児開けてみるか胎児開けてみる系でいきますか今日はじゃあちょっと携帯充電しなくていいなんかこんなねライトのアプリなんか使ってたらあっという間にね電テリーなくなるからホンにちょっと胎児開けてみよう開けてみようはい開けましたあ島。しまおおどうした割れたうわ割れちゃったどうしよう 赤ちゃんの泣き声えっどなたどうなったマシマした<し><し>おおっえっ突然だった地震が起きたのかと疑うほどの揺れを感じその場に立っていることができなくなったつ、えー、続いてついで襲ってきたのは激しい腹痛と嘔吐感耳をつんざく赤子の声がこれを助長したまらず胃の中のものを口から吐き出したおう 口の中が酸っぱくなり刺激臭が鼻の奥を突き刺したそれから苦みが後を引く気持ち悪い感覚が口の中を支配し視界が涙でぼやけるオー吐による呼吸のできない息苦しさが収まると次は腹痛による息苦しさが喉を駆け上がってきた手足の先が冷たくなっていき唇がブルブルと震える寒いわけでもないのに筋肉は収縮を繰り返し痙攣しているかのように体が、えー、時折跳ね,る跳ねた 油汗が頬を伝い床を汚した吐し物と混ざり合ったうくう,うもしかしてこのまま死んでしまうのではないだろうかそう感じてしまうほどの痛みだった腹ごが身をよじりもだえるそして痛みがピークに達した腹の中から何かが飛び出した バッドエンドにお誕生おめでとう <laughs> ああなるほどねこういう感じでゲームオーバーになるのが一つのエンドになるわけだはいじゃあちょっと続きやっていこうかバッドエンドかじゃあ次はどうしようか次どこに行ってんだっけまだいや多分ねこのメモなんかのメモで暗号を解けばいいと思うんだけど これちょっといきなり解けなくないだって。チにないら。A-I-U-E-O。チにないら。あでもね、キーボードだ、これ。はい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 。はいあのね、キーボードの A はね、A とチが書いてあって、でもこれを、あの、ローマ字で入力すると、 えー、あれになりますね。ああになりますよね。たぶんそういうことなんだろうね。血にないだ。え、これを元にどうすればいいのこれでもう一回あの50音のとこ行ってみようか。うん,ふん入力しないと。ああ。 これ謎が完全に解けるような雰囲気がないとダメなのかねここは何だ2の3あなんかランプがあるよんお本当にこんなこと大丈夫かな大丈夫よだってユイちゃんだってストーカーの犯人知りたいでしょ そうだけどでもコックリさんなんて学校でも禁止されてるし見つかんなきゃ大丈夫だって私ね実はもうコックリさんするための儀式の紙作ったんだ最初からやる気満々だったのねふふ <laughs> 物質倉庫のロッカーに隠して置いたんだあそこなら先生も見ないしバレないでしょ物質倉庫ね物質倉庫に行けってこと物質のロッカー ああなんかあるわ。ペンと十円玉が置いてある。これ、こうでなら、コックリさんができるかもしれない。あと必要なのは紙くらいかな。ランプの横にペンと十円玉が置いてある。何のために誰が置いたのだろうか。もう明らかにコックリさんやれっていうフラグだよね、これは。次は、こう、なんですか、2の2、2の 2, 2, 2入ってみよう。 ニノには何もなさそうだな,なんか光ってる様子はないよねどっかねまあいいかはい隣あああびっくりした <laughs> またお前か入れないかこっちはあ入れないかはいいいと思うえーとトイレの中は さんいないなよねトイレあんま意味ないのかな一応男子トイレを見てみようかおおなんか水を飛車取ってる、OK、ほらまあいいかじゃあ3階に行ってみよう物室あここここって何なんですかねここ理科室とか,かあこえっ理科室 どうして突然ああそこ理科準備室か植物の光合成の仕組みと書いてある、はい、体人間の体が図式化されたポスターお何を見る薬品について、はい、当学校では生徒がより多くの知識を得る えー、得るきっかけとなるようさまざまな薬品を、えー、取り揃えています中にはとても危険な薬品も含まれているので扱いには注意することはいこれら薬品は全て教員が責任を持って管理し、えー、理科準備室にある鍵の付いた、えー、薬棚にて保管する鍵を開けるにはパスワードが必要であるためくれぐれも生徒にも,たもらすことのないようにお願いします、えー、硫酸の作り方 用意するも硫黄オ,オキシドールガラス瓶底上げ用の円柱ガラスこれできんの硫酸生成方法瓶にオキシドールを適量入れます、えー、多すぎず少なすぎずだいたい瓶の3分の1程度がいいでしょう底上げ用円柱ガラスを、えー、瓶に立てますこの時にオキシドールに全体がつからないように量を調節してください 底上げ用円柱ガラスの上に硫黄を乗せて着火しますそのまま二酸化硫黄を瓶の中に充満させましょう二酸化硫黄が充満したら蓋を開け硫黄と底上げ用円柱ガラスを取り出しますもう一度蓋を閉め瓶を振りましょうその後バーナーを使い100度で加熱し水分を飛ばしましょうこれで、えー、硫酸の完成です 扱いにはくれぐれも注意してくださいね後ろになんか光ってるもしかしたらここで硫酸が作れるかもしれない必要なものがソライバーの話だけど硫酸なんか作れるんですねこんなこと大丈夫作り方書いて何じゃこりゃ血のもにひらがなに直して使用してくださいえっ血の芋にちょあちょ待ってちょ待ってメモるわメモるメモる血の芋にいやこれぐらい覚えろって感じだけど 血の芋に血の芋にだから、ちょっと待って。これをキーボードで割り当てたときに、血だから、血は、え A でしょ ?A だから、あ。の、E だから、えっとね、のに割り当てられているアルファベットはん、ん ?K か。K だから、 えい、ー、E はどれだあ、E だ。K と E だから K。あけ。えっ、ー、と、もとに。もに割り当てられているアルファベットは M。M。で、2が、えー、I だから。M と I でみ。あけみ。あけみあけみ,あけみたん。あけみ。あけみだ。 どういうことだセチトナテチホシラこれも多分解くとあれなんだいやあちょっと読んじゃったちゃったはい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  A を長押しするんだっけあっ、まあ、いいやじゃあちょっとあけみ入れてこようよなんか一応セーブしていたかな 意外とね簡単な謎解きだったあけみあけてみ <laughs> 言っちゃった言ってしまったはいもう分かったぞパスワードはおあっきたあけみこれで絶対合ってる おろきたあ、開いたそれにしてもパスワードはあけみって。あけみのことう嫌、ん、な予感するわ。あけみ入ってたらどうしよう、この中に。確か、ここの、建設者だが、校長だかが、あけみのお父さんだったっけ。溺愛してたんだなぁ。<laughs> なるほどね。えっと、何を取るんだっけ ?S、え、H、S。もっと、そう来たか。オキシドール ってなんですか H2O2 ってなんだ ?H2O2 は水でしょ ?H2O って。あれ違ったっけいいんだよね ?O2 って何ですかあれちょっと待って。H2O、水素と、あま <laughs> あの、酸素が二つ。えなんだっけなんだっけな、消えたことあるんだな。う、俺、化学苦手だからとりあえず全部持ってっちゃおう。 S, S を手に入れた H2O2 を手に入れた CI を手に入れたこれで硫酸を作るのかなちょっとこれググっとこうググっとこう後で違うとこを探索しに行こうこれ置いといて次物質の方に行ってみようか物質倉庫物質倉庫のとこに行ってみたいんだけどよし 上に行きましょうあ、あれは、お首。首がいるね。生首。こっちはまだ気づいてないみたいだけど。どうしようか。見つからないようにしなくちゃね。これ見つかったらどうなるのかね。美術室を書いてる。おどうした窓から、えー、膝を抱え、 座り込んでいる明美の姿が見える内側から鍵をかけているらしくドアは開かないようだ明美に分かるようにして気づきそうもないなドアを立てたらあの,の生首に見つかりそうだしどうしたらいいんだろうおどうした向こう側に扉が見える反対側の教室とつながっているのかもしれかもちょっと反対側から行ってみようかこっち側から回ってけってことだ明美、やっと明美ミと会える オケミっていう名前多いよね。俺だけかな。なんかフリーゲームでやたら出てくる気がするんだよね。物質倉庫とか書いてある。あ、こっから入る。あこ、こっちですかね。こっちですかね。はい。おおおおお何も入ってない。入ってない。入ってない。 入っていない。入っていない。入って、ああ、来た入って、んロッカーの上の棚に何かある。これは、コックリさんの、ウィジャバン。ウィジャバンを手に入れた。ウィジャバンって言うんだね。あの紙のこと何も入っていない。何も入っていない。お、なんか血が出てるここだけ。何も入っていない。うん、こんぐらいか。よし、じゃあ、行くと、いうところで 今回は一旦切りたいと思います。次回は明美とつながるとのこの教室の奥の方に行きたいと思いますそれではまた次回ご覧ください。ではまた。